当社ですね、2019年からいわゆる働き方改革、これを本気で進めないといけないということでですね、さまざまなツールを導入しておりました。またですね、近年のこのビジネスの流れをずっと解析していきますとですね、今まではお問い合わせのあったお客様にサンプルとカタログを持ってご説明に行く、で対面でコミュニケーションを取っていく、それから海外とかでも展示会エクジビションでですね、さまざまなコミュニケーションを持って名刺交換したお客様とコミュニケーションを進めていく、それによって営業っていうのは進めるのが当たり前だったんですけれども、どうもですね、よくよく解析していきますと、実際にビジネスに結びついてるお客様というのはほとんどウェブサイトに向こうから訪ねてきてくれたお客様とその後のコミュニケーション、ネットを通じてのコミュニケーションで制約に結びついている例が非常に多いということに気づいたわけなんですね。で、当社としても営業のスタイル自体をこれから変えていこうということでですね、いわゆる Teams ですとかビジネスコミュニケーションのやり方を根本的に変えていったと、そういったことで紙ベースのワークプロセスからの脱却を図りましてですね、そのおかげでコロナが発生した2020年の3月には直ちに全員スタッフ部門全員ですね、リモートワーク在宅勤務に移行することができたということでございまして、現在ではその働き方ライフワークスタイルが完全に定着しているという状況でございます。私どもはですね、昆布やワカメに代表される海藻類、そこから抽出されるアルギン酸という多糖類を世界中の食品メーカーや医薬品メーカーに供給しております。で、売上の約7割は海外なんですけれども、この情報発信ですね、それに大いにオンライン活用していこうということで従来とは違う取り組みをいたしました。その一つがですね、カタログリーフレット類を全て多言語化して、そして電子化してウェブサイトからダウンロード可能とすること、さらに SNS で一般消費者へもアピールしていくこと、さらに新着情報、これの更新をですね、従来の3倍以上に高めてまいりましてですね、オンラインでの発信強化、これが新たな需要の掘り起こしに大いにつながっているということでございます。弊社では国際部があるんですけれども、ウェブサイトの多言語化というところに注力いたしました。国際部では当然英語だけではなくてですね、中国語やスペイン語が話せるメンバーがいますので、そういったメンバーの協力を仰ぎながらウェブサイトに生かして世界中、日本だけではなくて世界中に発信できるようにウェブサイトを作っていこうというふうに考えていきました。テレワークにつきましては、やはり特に国際部なんかが効いてきたと思います。家にいながら世界中の方とつながれるということで、ウェブ上で、ウェブからの問い合わせに対してタイムリーに問い合わせに答えたりですね、あと特にウェビナー、ウェブ上でのセミナーを有効活用することで世界中のお客様と出張せずに商品の説明なんかセミナーを通して行うことができました。移動時間を減らし業務効率を改善することができました。当社はテレワークで実現するビジネススタイルの変革に今後も積極的に取り組んでまいります。